こんにちは、ケアマネージャーを務める会福岡支部木村です。今日はケアマネージャーに向いていないと感じるときをインターネットから集めてみました。ケアプランの作成がうまくいかない。ケアマネージャーの主たる業務はケアプランの作成更新です。ご利用者様やご家族様との面談データ情報をもとに案を作成しますが、ご利用者様とご家族で矛盾する希望があったり、ご利用者様の希望すべてに沿うプランが難しかったり、なかなか適切なプラン案ができないことを悩んでいる人も多いでしょう。また、ケアプランの案について話し合うサービス担当者会議で、担当者のスケジュール調整がうまくいかなかったり、進行が口下手で苦手だったり、進行中に話が脱線して時間がかかってしまったり、参加者である専門職の意見がまとめられなかったりで悩んでいる人もいるようです。